かわいいガールジャパン、かわいいガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは、イグジストトレースです。イエーイ。ボーカルのジョーです。ギターボーカルのミコです。ギターのオミです。ベースのナオトです。ドラムのマリーです。5月の下旬から行われましたアメリカテキサス州ダラスで行われました栄冠から帰ってきました。ただいま。いや、かなり楽しかったですね。今回もコンベンションに出るのは3回目なんですけれども、なんか徐々にみんなの気持ちが大きくなってって、かなりヒートアップしたライブになりませんでしたか、皆さん。ちょっとライブとはずれるかもしれないけど、コスプレが楽しくて楽しかった。ワンピースとセーラームーンが大好きなので、もうそのコスプレの方たちを見つけた瞬間が一番興奮して、もカメラに何とか収めようとしてて、まあこういうのもあったけど、みんなどうでしたか？もうライブ直後マジでぶっ倒れるぐらい本気でやったんすよ。いや、これはね、この熱はみんなに伝わってると思う、伝わってほしい、もうそれはね、日本でも変わらない気持ちでやってるの、同じ気持ちでできたなっていうのがすごい自分の中であって、いいライブだったと自負しております。どうです、他の皆さん？かなり楽しかった。始まる前からすごかったじゃないですか、声が、私準備する時には外に毎回、ステージの上には毎回立たないんですけど、声だけでおっと今年のアメリカもすごいぞっていうのがもうひしひしと伝わってきてもう本当に私たちの思い、もうあとみんなを楽しませるっていうことだけを考えて、あとはステージに立ちましたね。去年一昨年のあのコンベンションにも来てくれた人がまた今年も来てくれたりして、私たちも向こうも覚えてて、まあ、そんな人たちも5つも初めての人もいるのにすごい盛り上がりっていうか、マイクパフォーマンスで一番初めに紹介してくれたんだよね。ああ、そうだね。イグジストトレースがこれから出てくるよっていう紹介、もうその時にほーっていう、おーもう袖に用意してたんだけどね。でもやっぱりそれだけ1年間待たせてるから、本当に待ちに待って来てくれてありがとうっていう気持ちもすごい伝わるし、自分たちも1年間待たせちゃったみんなへすごく音もパワーも伝えたいし、すごくみんなでいい力の交換というか、いい一日になったと思います。最高に楽しいライブでした、本当にありがとうってみんなに伝えたいね、本当に楽しかったです。ありがとうございます。そしてね、私たちのニューシングル、ダイヤモンドがいよいよ7月3日にリリースされます。約1年ぶりのリリースなんですね。前回がバージンというフルアルバムだったんですけど、その時は結構こう 黒いというかドロッとしたゴシック色みたいな強いアルバムだったんだけど、今回は、まあ、そこからちょっと一転というか、芯は変わっていないんだけれども、打ち込みがかなりこうね、ピコピコした音を取り入れてみたりとか、かなり実験的な要素がいろいろ入っていて、ブレーであのミュージックビデオを撮ろうってすごい悩んだぐらい、全部が なんていうの、両 A 面じゃない、トリプル A 面トリプル A 面ぐらいのいい曲が揃ってるので、はい、3曲とも楽しみにしててほしいです。特にダイヤモンドの歌詞は私も書きました、そう、2人の初めてだよ、2人は初めての合作、ね、曲のイメージから、もうほんとキラキラした宇宙にいるようなキラキラ輝く場所にいる曲だなと思ったので、じゃあ今本当に自分はちゃんとその輝きを放てているのか、もしかしたらもうずっと同じことを繰り返していて、同じ色しか出せてないんじゃないかっていうものを感じたんですよ。それを思って書いた歌詞ですので、まあミコも一緒に書いたけどね、そういう部分もちょっと聞いてもらいたいなと思います。個人的にはジャストワンがすごい好きなんですよ。3曲目、うん、あれはね、もうドラム的にはね、見どころが満載なんです。もうこう、ね、っていうポイントが、ね、たくさんあるからね、ぜひライブで見てほしい、これは。もう3曲ともかっこいいので、皆さんも楽しみにしていてください。そして今マリーがライブって言いましたけれども、そのリリースの3日後、7月6日にはですね、渋谷グラッドにてイグジストトレースのワンマンライブ、サウンドシアター美しき憎しみのトリロジーがいよいよ開演されます。もうミコを中心にいろいろ今考えているんですけれども、かっこいいロックなライブだけじゃなくて、私たちのもう一つの顔でもある演劇ですか、演劇って言っていいのかな、そうだね、演じる部分を大いに見せたライブになります。ブログでちょろっと言ったんだけど、アメリカから帰ってくる飛行機の中で実はこの日にやる曲を1曲作曲しちゃったんですよ。アメリカのパワーをそのままに
入れ込んだというか、うんうん、実は曲調は全然アメリカンではないんだけど、うん、アメリカから帰りながら早くライブやりたいなっていう気持ちが、うんうんうん、曲になったというか、なので、すげえすげえ、まあ、でもこれだけじゃなくて実は新曲、曲でいいのかな、ちょっとね、いろんなものを用意しているので新しいものを、うん、かなり音的にも見応え的にもすっごくあの、ね、はい、充実した一日になると思います。本当にこの日はチケットをソールドアウトしたいんで、 そこを目標に、ね、今頑張ってるんですよ。ぜひね、みんなにも協力してほしい、うん、はい、たくさん友達呼んで、はい、うん、海外にいるだけじゃなくて日本に遊びに来てもらいたいです、うん、ぜひぜひぜひ私たち決意を持ってこのワンマンライブ挑みますので、皆さん遊びに来てください。待ってます。以上、イグジストトレースでした。ワンマンでお会いしましょう。またね。かわいいガールジャパン、うわーい。